これまでに WTA ツアーでシングルス4勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス23位、ダブルス115位。身長 174cm、体重 67kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。6歳からテニスを始める。2007年にプロに転向。 四大大会では2011年全豪オープンで予選を勝ち上がり初出場し、1回戦でパティシュナイダーを6-2、6-3で破り初勝利を挙げた。2回戦でエカテリーナ・マカロワに6から7、1から6で破れた。2013年全豪オープンでは1回戦で、第24シードのアナスタシア・パブリュチェンコアを7-5、3-6、7-5で破り3回戦まで進出した。 2015年3月の BNP パリバオープンでは予選から勝ち上がりベスト8に進出した。7月のイスタンブールカップでツアー初の決勝に進出した。決勝でウルシュラ・ラドワン・スカウ・ナナ・ゴ・6-1で破り WTA ツアー初優勝を果たした。8月のロジャーズカップでもベスト8に進出している。2018年全米オープンでは2回戦で。 第2シードのキャロライン・ウォズニアッキを6-4、6-2で破る君を挙げ、4大大会自己最高のベスト8に進出している。準々決勝で優勝した大阪・直美に1から6、1から6で敗れた。ツレンコは2019年2月18日付で自己最高のシングルス23位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。